フィギュアスケート全日本ジュニア選手権最終日、23日、フラット八戸、女子フリーが行われ、ジュニアの下のカテゴリー、ノービスから出場した12歳の小学6年生、島田真央、木下アカデミーが 115.55 点、合計 173.44 点で、SP6 位から3位に入った。女子で、ノービスの選手が表彰台に上がるのは2000年3位の安藤美姫以来20年ぶりの快挙。同じく12歳で、中学1年生の柴山あゆみ、木下アカデミーは 112.60 点、合計 170.68 点が 58.08 点で4位と、健闘した。ショートプログラム、SP1 位の松尾入の16、イコール中京大中京高イコールが 129.32 点、合計 198.38 点で優勝した。ノービスジュニアの下のカテゴリーで A と B の2種類がある。ノービス B は9から10歳で、ノービス A は11から12歳。フィギュアスケートはシーズンが始まる7月1日の前日、6月30日までの年齢で区分する。その後は、ジュニア、シニアへとランクアップしていく。